私の卒業シングル渚最高がただいま発売中です。カップリング曲はダイアンさん、かまいたちさん、見取り図さんにご協力いただいた人生は長いんだを収録しております。皆さんぜひお聴きください。お願いします。今回ルンルンダンスというのがポイントでして、はい、カタカナのルみたいに足をこう跳ね上げながら、そういうこと、そうなんです、楽しく踊っていただけたら嬉しいです。楽しくが大事、はい、そうです、わかりました、はい、せーの、ミュージックスタート。いきますよ、はい、はい、いい感じ、お上手です、かわいい、NMB48 ニューシングル渚最高発売スペシャルです。 NMB48 28枚目のシングル渚最高リリース記念スペシャル、楽曲の注目ポイントや MV 撮影の裏話など NMB48 の選抜メンバーが渚最高の魅力をたっぷりお伝えします。さらに卒業する渚らしいソロ曲や組閣で新しく生まれ変わった新チーム曲も徹底解説。どんな楽曲となっているでしょうか、わがにゃん。はい、今回のシングルは渚さんの卒業シングルという特別な一曲になっています。はい、今回のシングルはあの世界一明るい卒業ソングっていうのがテーマで、和田美桜は今回が初選抜なんですけれども、初めて曲聴いて歌詞読んでみてどうでした。私が一番好きなのは、なんでそんなに面白いギャグを言うのっていうとこが、みんながそれぞれのギャグポーズをするじゃないですか、はいはいはい、あれがやっぱそれぞれの個性が出てめちゃくちゃ見どころかなと、うん、好きな歌詞の部分とか坂田あったりする。私はですね、うん、1番から2番にかけて、うん、サビとかでバイバイっていうちょっと切なめの歌詞が出てる感じが、シチュエーション的な部分もあるのがすごい好きだなって思います、うん、全体的にその笑いに貪欲な歌詞がこうね、あの散りばめられてるのが、うんうん、まあ、渚さんらしいんですけど、 D メロであっという間の出来事だったとか、うん、なんか君と出会ってから去っていくまでとか、うん、あ、渚さんの卒業なんやっていうのが改めてこう認識されて、うん、D メロ私もめちゃくちゃ好き、泣きそうになりますよね、やっぱり、あの本当に切なさとなんか笑顔となんかハッピーとなんかいろんなものが詰まったややこしい曲です。ちょっと感情がね、言い方がね。まあ今回ね、あの振付師が、うん、ハビットや中多様性の、うん、パワーパフボーイさんがね、はい、振り付けを担当してくださったんですけど、はい、ルンルンダンスっていう、はい、振り付けがルーに見えるから、はい、なんかカタカナのルー、はい、に見えるからルンルンダンスっていう名前を付けさせてもらったんですけど、うん、師範である石田優美先生からダンスの解説をしていただけたらと思います、はい、このルンルンダンスをもうとにかくもうこのつま先、もう足を外に、はい、外に上に、ルになるように、ルになるように、上に、なるように、あとこの手もやっぱり外に、はい、外にしないとこれは意味がないので、ここでやってても楽しくないので、はい、あと笑顔ですよ、笑顔、そうです、はい、ぜひ皆さんね、あの TikTok なので一緒にね、ここだけでもいいので、踊ってくれたら一緒に踊ってほしいなと思います。さあ今回ミュージックビデオの方もねありますけれども、はい、撮影でのエピソードなんかも聞いていきたいと思いますが、今回ね。はい、水着シーンが、あそうだ、そうなんですよ、はい、私本当にその水着でやっぱ撮りたかったの夢だったんですよ、だからめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、私目が本当に太陽に弱くて、せっかくの水着シーン全然目開かなくて、NMB のメンバー太陽光弱い子多くて、あの、はい、私はみんなのさ、その映像を見た時に、はい、目開いてないけどね大丈夫思ってた。そうみんなだって。そうなんですよ。せっかくの水着
シーンが私めっちゃオレンジ色で、オレンジ色、そうなんですよ、ね、太陽以上に眩しいぐらい川上千尋さんが隣だったんですけど、はるちゃんなんか眩しいなこっちでも眩しくて、こっちでも眩しくて、千尋さんの目が開いてないのももしかしたら私のせいもあるかもしれない。はるちゃんだ、はい、そこは申し訳ない。私はミュージックビデオのダンスシーンを撮ってる時にそのノックアウトでこのダンスのポーズがあるんですけど、和田美優ちゃんがもうこの子ほんまに一人だけこうなのに全然違うぞ。それは師範出るで。バレてなかったのに、そう、あの市販にはバレてなかったんですけど、うん、やっぱパワーパフボーイズさんにはしっかりバレて、あら、バレて、そう言われてました。振り子をやってる子はこうだよ優しく言われてたの。アレンジダメでした皆さんこっちですから、こっちですよ、こっちなのじゃなくてこうなんで、すいません、はい、今回新曲の歌詞が届くのも結構ギリギリだったじゃないですか、はい、いつもこう MV 撮影って歌詞を覚えるのも大変なんですよ、まあ、踊りながら歌ったりもするから、はい、そのメンバー覚えられてないメンバーを見かねた渚さんが、はい、渚を持って歌ったら出てくるはずやねん渚さんをこう囲んでみんなで歌詞を覚えるっていう作業をしてました。そんなことしてたんや。楽屋でね、なんか縁できててね、なんか儀式みたいですね。そうなの、そんなことしてたんだね。なぎさ最高とかって言ったら、なぎささんがありがとうなんか愛の手みたいなのしててなぎさバイバイとかもバイバイかわいい、すごくなんか平和な空間が流れてました。そうなんや。センターのなぎさからもなぎさ最高の裏話を聞いてきました。楽屋でみんなが渚最高の歌を口ずさみながらダンスの練習をしていたのですが、その歌詞一つ一つが自分に言われている気がして嬉しくてずっと照れていました可愛い。そうよね、確かに鏡に、そうね、まあ、でも言わせてましたけどね、メンバーに確かに渚に言ってとか言ってましたけどねでも嬉しそうでした。はい、衣装は昭和歌謡が好きなので憧れのアイドルさんの雰囲気でお願いしてみました。以前鎖骨がネックレスという名言を聞いたことがあり、それをぜひ体現したいと思って胸元はデコルテが見える形になっています。確かに渚さんのソロ曲も今回収録されているんですけれども、ダイアンさん、かまいたちさん、見取り図さんのめっちゃ豪華、豪華な3組の皆さんと、まあ、デュエットというか、お衣装も全部渚さんがこういうのにしたい、こういうイメージで皆さんとやりたいっていうのを決めたみたいで、見てこの人にはね、これをこんなに着てほしい、可愛い、想像できます、絶対可愛くないとか拡大してそう言ってて、なんか良かったなって。ミュージックビデオにもなんかその幸せなあの空間が広がってるんじゃないかなとすごく思います。チーム曲もだいぶ収録されていまして、まずチーム N 曲、はい、ユミさんいかがですか。チーム N の楽曲は、うん、ジンクスと原価付きっていうタイトルになってるんですけども、うん、まあ、ある男の人がそのジンクスっていう言葉を勘違いしている歌詞になってるんですけども、曲調 のテンポ感が今までのチーム N にない感じの、うん、ちょっと不思議な、なんかミステリアスな感じの雰囲気がありますよね。チーム M、 若にゃんはね今回チーム M のキャプテンにもなったんですけど、はい、どうですか。そうですね、すごい曲調が、うん、すごいゆったりしててすごい爽やかなんですけど、うん、ね、そんな曲調とは想像できないような、うん、すごい大人に対しての対抗するような歌詞がすごい新しくて、うんうん、高校生誰一人としていなくて、学生いないんだね、学生がいないのに職員室に行くべきかっていう題名がすごい不思議で、うん、すごい大人に向けて対抗的な歌なので、うん、対抗なのでメイキンギンにしてやめてくれキャプテンが言ったからそういう歌うなよちょっと待ってください、いいのね、はるちゃん、あの曲調めっちゃ爽やかなんですいいのそれで、そうなんだよねじゃあ続いてチーム B2、 坂田、はい、今回この曲はどうですか。はい、この曲のタイトルが恋のヘタレっていう曲なんですけども、もうマジでヘタレで、歌詞がすっごいもうコテコテの関西弁なんですけど、もうそれが余計にヘタレさを
際立たせてて、でレコーディングとかなんもうみんなね本当にキーが高かったんですよ、この楽曲の確かにサビの部分が、もうみんな声出てなかったです。どうなってるよ。確かにちょっとか細かった、はい、ちょっとか細かった、うん。はい、渚さんの卒業シングル、明るくてポップなシングルになっていますので、カップリング曲も含めてぜひチェックしてください。